はい、それでは今回はヒストグラムについて話をしていこうと思います。ヒストグラムについては統計検定2級においても出題されますが、統計検定3級とかそれから統計調査士という検定においても出題されますので、まあ、理解いただいている方にとっては簡単な内容になっていますが、まあ、確認の意味でこの動画をご覧いただければと思います。はい、それではまずはですね、言葉の意味を確認していきますけど、ヒストグラムというのは度数分布表をグラフにしたものというふうな理解で大丈夫です。で、度数分布表っていうのは何かっていう話になって、例題としてですね、まあ例としてある集団の身長ということで、ここにですね57864というふうで度数、まあここは人数ですね、57864なので全部で30人いましたと。で、身長をですね、階級の幅を10センチ、140センチ以上150センチ未満で5人いますよっていうような感じで、階級の幅を10センチとしまして度数分布表にまとめましたよというのがこちらになります。でですね、これをまず見ていただくと、最頻値、まあ今回ちょっと後で話をしていく内容で注目してほしいのが最頻値ということになりまして、最頻値というのは度数が一番多い、まあ、階級の階級値になります。つまり度数が今一番多いのは8人っていうことになりまして、最頻値なので最も頻繁に出てくる値は何ですか。だから8人っていうのが一番多い度数で、その時の階級値ですね、要するに160センチ以上170センチ未満の子が、まあ、人が一番多いですよと。だからこの160センチから170センチの階級の階級値、つまりですね、まあ両サイドを足して2で割る真ん中ですね、160と170を足して2で割った真ん中中点の値っていうのが今回の最頻値になりまして、165センチ、いいですね、この真ん中が165センチなので最頻値は165センチですよっていうような、この度数分布表というものをグラフにしたものです。まあ一見ですね、棒グラフのように見えますが、まあ棒グラフとはちょっと違います。棒グラフっていうのはこの間がですね、こう空いていたりとか、全く別物っていうふうに捉えてもらえれば大丈夫です。で、こういう柱をですね、この度数っていうものを踏まえて柱を決めていく、柱の高さを決めていきます。今ですね、この度数分布表っていうのは、すべての階級において階級の幅が10センチというふうになっていまして、なので140から150、150から160、全部ですね、この間が10センチという幅になってます。はい、そういう場合は、そのままこの度数を高さにしてもらえれば大丈夫です。つまり、140から150で5という高さになって、150から160で7という高さになってっていうふうで、高さをそのまま、こう、度数分布表から情報を持ってきて、このグラフにですね、柱の高さをそのまま反映させてくれればいいですよ。これがヒストグラムになります。一番簡単なヒストグラムになるわけですね。で、もし問題で狙われるとしたらという話で、このような形でちょっとヒストグラム、まあ、まずは度数分布表をですね、変えてみました。どういうふうに変えたかというと、注目するのはここですね、170から190っていうふうでですね、先ほどの情報のこの2つの階級を合わせてみました。170から180、6人、180から190が4人ということで、170から190の中に6と4を合わせた10人いましたよっていうふうで、階級の幅を変えてみました。階級の幅は、ここまでが10、ここが階級の幅は20になるわけですね。はい。そうしますと、これを今からヒストグラムに、まあ書き換えていく。まあヒストグラムをここから書いていきたいと思うんですけども、ここで注意が必要ですと。で、その時にですね、最頻値っていうものを先ほどのようにですね、考えたいんですが、これを見ると、さっきの僕の話だと、最頻値は最も頻繁に登場するっていう意味で、あ、この階級は10人いますね。で、先ほどですね、その階級の階級値を取る。つまり真ん中、170と190の真ん中なので、180センチが最頻値なんじゃないんですかっていう話になりそうなんですけど、ここで一旦ですね、止まってもらって、階級の幅が違うわけです。10で来たのに、ここだけ20。そりゃあですね、階級の幅が広がったので、度数も多くなるだろうっていうふうに予想がつきますよね。じゃあ、そのままこの10っていうのを反映して、あ、だから最頻値、最も頻繁なのは10だから、階級値は180となって最頻値ですよ。
ここだけ幅が広いわけですね。そういう場合はちゃんと一番頻繁に登場する値というものをこう吟味しなければいけません。そこでですね、標準級間隔ということで、級間隔、今で言うとですね、標準っていうのは、まあ、4つこの階級がありまして、そのうち3つは10で来てるわけです。じゃあ、標準っていうものはどこに合わさっていきますかというと、それはこちらがですね、標準の級間隔、それぞれの階級、級の間隔っていうのは、10っていう、10センチっていうのが標準の級間隔だろう、ということが、まあ、見て取れますよね。そうすると20っていうのはその倍になってしまっているわけです。だから標準級間隔における度数が最も大きい階級値ということで、ちゃんと揃えてくださいねと、条件を揃えていきましょうねっていうのが、ここで一旦止まって考えてもらわなければいけないことです。なので170から190という今倍になってしまっているこの間隔、まあ級の幅をですね、今倍なので10っていうことではなくて、度数は半分にしてもらって、なぜなら標準は10センチなので倍になってしまったってことは、度数を半分で5というふうに捉えてください。そうすると578で10じゃなくて、この階級の幅を標準に合わせると2で割らなきゃいけないので、5というふうで比較をしてくださいね。そうするとやっぱり8が最も頻繁に登場するということで、この160から170の階級値を採用しまして、165センチというのが最頻値になりますよということですね。階級の幅が2倍に広がってますので、標準からすると。だから度数を2で割ってくださいねっていう話です。もちろんこの階級の幅が3倍に広がっているようであれば、度数は3で割ってくださいっていう話になります。いいですね。まずここ最頻値という意味で一つ注意していただきたい。そしてですね、ヒストグラムの書き方も先ほどのような簡単なものではなくて、階級の幅が異なっている場合は柱の高さに注意してください。まずはですね、階級の幅が一定の10センチになっている部分については先ほどと同じです。140から150は5、150から160は7で、最後が8、ここまでは同じです。階級の幅が10なので、でここでですね、今やったように階級の幅が20というふうに広がったら、この度数は2分の1になりましたね。なので高さをその2分の1にした5にしなければいけません。いいですね。なのでここは170から190、このまま5を考えずにヒストグラムを書いてしまうと、10っていうことでこの高さがぐんというふうに上がってしまうわけですね。それは間違ったヒストグラムになります。なのでちゃんと階級の幅が2倍になったのであれば、度数は2で割らなきゃいけません。3倍になったのであれば、度数は3で割らなきゃいけません。それが柱の高さというふうになるわけです。もう少し定義的に、話をしていく、まあ、追っていくとですね、面積と度数が比例するように高さを決めるという、まあ、定義というかルールがあるわけです。面積と度数が比例するように高さを決めるということですね。この視点からちょっとこの高さをですね、考えていきたいなと思うんですが、面積を考えろよというふうに言われてますので、横幅が10の長方形と考えましょう。今ですね、この標準のものについては横幅10、10、10ですね。高さをそのまま度数で捉えて5ということは、この面積はですね50、ここは高さが7なので70、こちらも80、このような形で今ここに書きましたが、50、70、80という面積を考えました。で、面積と度数が比例するということは、度数が5の時に面積が50、まあこれ10倍、10倍、10倍ですね。比例させていきたいということであれば、度数の10と比例するようにこの面積を決めていきますね、ということですね。今ちょっとここの面積を考えると、5対7対8対10という比率なわけですね。で、比例させていくということは、度数と面積を比例させていくわけですから、50、70、80できたら、ここは5対7対8対10という比率を踏まえると、面積は100にならなければいけませんね、ということですね。でも、今横幅が20というふうに広がっています。横幅が20で面積を100にしたい。横幅が20で面積を100にしたいわけですね。このルールを守るのであれば、
ここを100にしたい。じゃあ 20×何をすればいいですかっていうふうで高さを決めると 20×5 になるわけですね。なので先ほど話をしましたように階級の幅が2倍になったら度数は2で割ってくださいねという5がここに登場するわけですね。なのでこのヒストグラムの高さを決めるルール上から追っていってもやっぱりここの高さは5になるわけですね。はい、なので、まあ、今ですね、ルール上で追っていくと面積を一旦踏まえて高さを決めましたけども、単純に最初に話をしたように、実際問題を解くときはですね、階級の幅が2倍、標準よりも2倍になっているようだったら、度数は2で割る、3倍であれば度数は3で割るっていうふうで高さを決めることはできます。いいですね。なので、ルールではそういうふうに高さを決めていきますよという話ですね。はい。まあ、それを踏まえてですけども、まあ、ちょっとここからですね、またいじって問題を書いてみましたけども、同じように今度はこの140から160まで、140から150、150から160っていうこの2つの階級をまとめてみました。まあ手順は同じですね。140から160ということで、ここだけ階級の幅が違うわけです。じゃあ、標準級間隔ということで言うとですね、下3つは全部幅、階級の幅がですね、級の間隔が10なので、やはり標準の間隔は10センチですよね、というふうに考えます。なので、後半3つ、8、6、4。ということで、8、6、4。いいですね。標準のものはそのまま書きます。ここがですね、先ほども言ったように、間隔が2倍。標準級間隔からすると、この間隔が2倍になっているので、度数はっていうふうで、12というふうになっていますが、12というので比較をするわけではなくて、間隔が2倍ということは、幅が2倍ということは、2で割って、6で吟味していきましょうね。そうすると、高さはもうこのまま6なので、高さは6となりまして、6、8、6、4の中で、最頻値は何ですかというと、8が最も頻繁ですので、やはりこの160から170という階級の真ん中、階級値をつけ、まあ、階級値を踏まえて165センチが最頻値になりますよということですね。はい、このような形で幅が2倍になりました。だから高さを12ではなくて幅が2倍であれば、まあ、2で割って高さを6というヒストグラムが完成したわけですね。面積という視点から追っていってもまあもういいですね。面積はここが 10×8 で80、いいですね。で60、40というふうに面積がなってます。じゃあここの比率はですね、4対6対8対12というのをまあ、比例なので、比例するようにということは、この比率を守りたいわけですね。なので、40、60、80、ここは面積が120になるように、高さを決めると。そうすると、横幅が20なわけですから、高さはどうしましょうねっていうと、やっぱりその視点で追っても、高さは6になるということですね。はい。こんな形で、ヒストグラムというのは、階級の幅が変わった時に、高さの決め方がありますよ、ということですね。なので、まあ、最頻値というものを読み取るときにも注意してほしいですし、高さを決めるというときにも注意をしてほしいということですね。ここの知識は皆さんあると思うんですけど、こういう階級の幅が変わったときの知識が抜けているかもしれないので、まあ、ご確認いただければなというふうに思います。はい、それではですね、今回はヒストグラムについて話をしました。少し板書の時間を取りたいと思います。以上です。ありがとうございました。